はい、というわけでこんにちは。久しぶりに服の色を抜こうっていう、先ほどですね、こちらの黒いデニムジャケットの方をアカストで仕入れてきたもんで、脱色していこうかななんて思っちゃったりしてません？皆さんね、家でね、もう外も出れない、遊びにも行けない、そんな時は服を脱色でしょ。今日も元気いっぱいやっていきたいと思いますけど、というわけでね、ブリーチの方していきたいと思います。用意していただくものはですね、こちら、ゴキブリですね。はい、そしてこちらですね、これ絶対していただきたいんですが、手袋、指が溶けますんで。まあこれ何を作っているかというと、山さんのライブ衣装作ろうかなと思って、というわけで今からここに入れました。ちょろちょろと抜きたいところにかけていこうかなと思いますんで、よろしく。ブリーチをするときはね、必ずもうブリーチ剤がかかってもいいような服を着ましょう。もうこのブリーチしてある服ですね、ブリーチしてある服を着るのがいいと思います。僕はそんなもんないよっていう人はもう今からブリーチしてください。服をブリーチした服でやってください。そんなことはありませんが、楽しみですね。これタパタパタパー言うて、袖も抜いちゃおうか、かかっちゃったから。お、もう抜け始めてきてますね。これ茶色くなってきました。くっせー、こんなもんにしときましょうか。下の方はね、おい、ちょ見てもうかっこええやん。ちょっとワロタ見てください、これめっちゃ良くないですか。じゃあ引き続きね、かけていこうかと思います。はい、というわけでね、今途中経過これなんですけど、もういいですよね、これめっちゃねっていう。ブリーチしてメルカリで売ろう、バレンシアガのパ。ですね、今見てくださった方に、あらかじめ説明しておきますと、何回言うんだって話ですね。見てくださってる方は今ね、世間は自粛ムードじゃないですかね。何もかもやめてください。もうとりあえず家に行ってください。何をするんですか。服の色を抜くんです。そうです、こんな感じ。めっちゃかっこよくない？はいね、今ちょっと時止めてみました。